ワールドクリケットチャンピオンシップは、プロフェッショナルダーツコーポレーションが開催する、ダーツのトーナメントである。2010年から始まった、このトーナメントは、2009年まで行われていた、ラスベガスデザートクラシックを置き換えたニュートロピカーナ、ワールドシリーズオブダーツフェスティバルを構成する、トーナメントの一つでもあり、アメリカ合衆国のネバダ州ラスベガスにある、 トロピカーナラスベガスで行われている。なお、野球に似たスポーツのクリケットでは、全く同じ名前の世界大会は存在せず、同じような名前では、ワールドチャンピオンシップ・オブ・クリケットという大会がある。このトーナメントの賞金は、PDC ・オーダー・オブ・メリットに反映されない。賞金は、以下の通りとなっている。2010年の賞金総額は、 スータの PDC プロトルに属するトーナメントよりも少ない。しかし、WDF、武道の4番目に賞金額が多いトーナメントである、ダッチオープンのメンズトーナメントの賞金総額を上回る。2010年における他のトーナメントとの比較は次の通りである。日程、会場、タイトルスポンサー、テレビ放送などの情報は以下の通りである。 ワールドクリケットチャンピオンシップの最大の特徴は、クリケット形式で行われることである。イギリス人は、プロフェッショナルダーツプレイヤーズアソシエーションのメンバーで、ないと参加できないが、それ以外は参加費さえ払えば、誰でも参加できる。なお、参加費は、の4つのイベントに対して有効であり、この参加費を払った北アメリカのプレイヤーのみ、無料で、 ノースアメリカンダーツチャンピオンシップにも参加できる。すべてベストオブ5レッグズである。シードなしの無作為抽選によってトーナメント表が決まるため、PDC の中でもトップを争うプレイヤーたちがトーナメントの早い段階で対戦することもある。2から2となったらスローフォーブルが行われ最終レッグの選考を決定する。このトーナメントの結果は以下の通りである。 このトーナメントの記録は以下の通りである。ありがとうございます。